はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第29弾お送りします。で、今回この10問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいつも通り画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。で、今回はいつも通りね、自分がガチでやった参考記録が3分36秒です。で、ちょっと、まあ、ひねったというか難しい問題がいくつか今回入ってるので、まず数学苦手な方は、1番から6番までの計算問題をね、しっかり押さえるようにしてください。で、それプラス、まあ、いけそうかなと思う問題があれば、そっちもね、ぜひ復習してみてください。よし、じゃあまず1番から行きましょう。で、まずね、最初は計算です。ここで、16とマイナス8、まあ、数字の部分だけ着目して、16割るマイナス8をすると、マイナス2。で、まず A がね、残ってるので、マイナス 2A と。まあ、まずここは、すんなり言ってもらって、で、次ね。で、次は、まあ、よくね、この詩集シリーズでも出てきてますけど、もう、足し算と掛け算が出てきた瞬間に、これも作った人が引っ掛けようとしてるというふうに思ってください。で、何引っ掛けてるかっていうと、掛け算先にやってねって、ここ。これ足し算先にやるとミスります。答えが違くなるからね。で、掛け算の部分、プラス 2×-5 先にやると、マイナス10になる。で、マイナス12、マイナス10になるから、これを計算すると、マイナス22になって、これで終了となります。で、ガンガン行くよ。ちょ、後半ね、長くなるからね。で、3番がルートの計算。で、ルート50と2、マイナス2ルート2。まあ、この50がね、できればルート50を暗記してくれると嬉しいんだけど、これ 25×2 だと。で、25が5の2乗なんだよね。で、ルートの中身に2乗が出てきたら、それが外に出てくると。だから、今ここルートくっついてるんだけど、これ5が出てきて、ルート2が残るから、これ5ルート2になると。直すとね。で、5ルート2、マイナス2ルート2、ルートの計算は、外の数字だけ計算するから、5を引く2をして3。ルートの中身は変えません。引き算の時はね。だから答えが3ルート2になると。で、4番です。これね、4番数学得意な子も結構計算ミスを起こしやすいんで気をつけてください。で、これ多分、2つパターンに分かれるんだけど、まず、ここの部分、先にここ計算して、その答えとこれを計算するって、まあ、2段階ね、計算するタイプの子と、一気に計算するタイプの子に分かれると思います。で、そこはどっちでも構わないんだけど、個人的には、一気にやってほしい、ここは。で、まず、ちょっとちっちゃくてごめんね。これ、1分の 18AB。なので、長い分数の棒を書いたときに、まず 18AB は上に乗ります。で、問題はここ。ちょっと後で消しちゃうけどごめんね。8分の 3A っていうのは、まず、ここの A は上ね。こいつとくっついてる。だからこう書く。で、掛け算の、割り算の後の分数は、掛け算にしてひっくり返すがルールだから、つまり 3A が下に来る。で、8が上に来ると。こういう順番になります。で、かける B はそのまんま上にかけましょうと。こうやってね。で、ここまで書いたらあとは約分。まず、数字。3約分、3と18で、これ1になって、ここが6になると。で、A もこうやって約分することができる。で、できればね、できればこういうちょっとごちゃごちゃした長い分数やったときは、残ったもの、まあ、6とか、B とか、8とか、B っていう、残ったものに丸をつけてください。で、下はないからね、別にいいんですけど、残った部分を全部掛け算すると、ちょっと待って、下入るのかな？大丈夫か。数字が6波、48、B が2つなんで、B の2乗。つまり、48、B の2乗となって、これで終了となります。これ入ってるようになるね。あ、OK、OK。
では5番いきましょう。で、5番は x がルート3マイナス3の時にこの x2 乗プラス 6x を求めなさいという問題で、この状態でね、x のこの値をこの2箇所に代入してももちろん解けます。それでもいいんだけど、楽をするんだったらまずこれを因数分解する。で、この場合 x を前にくくり出すがね、ルールになるか因数分解のやり方なので、こう出します。いい。で、この状態で x をこの2箇所に入れるので、そうするとちょっと左行くよ。まずこの x のところはそのまんまルート3マイナス3とこうしてください。で、後ろの部分に入れるとルート3マイナス3プラス6になる。そこ計算するとプラス3なんだよね。で、こうなります。でね、ここで、あ、これ展開の公式かって気づいてくれる方はね、それでいいんですけど、これ公式で、本当は。これ覚えてるかな？この公式。これ、カッコの中身が x と y、パーツが同じときね、xy でパーツが同じで、プラスとマイナスで、符号が違うときに使えるやつで、これ x2 乗マイナス y の2乗なんだよね。だから、今、パーツ同じでしょ？ルート3と3で。で、マイナスとプラスで符号が違うから、まず x、つまり左のパーツの2乗だから、ルート3の2乗。ルート2乗するとルート外れるんで、3になります。で、公式通り行くと、引く3、右のパーツね、3の2乗なんで、サザンが9になる。で、計算すると、マイナス6ですよ、と。で、でもね、ここのね、展開の公式って意外とね、気づかないことが出てくる。で、その時はもう全部かけ使ってください。ルート3かけるルート3、ルート3かける3、マイナス3かけるルート3で、マイナス3かける3、いつも使ってるやつね。これ使っちゃっても解けるから、まあどっちでもいいんですけど、公式気づければまあね、時間短縮になるんで、まあこんな感じで解いてみてください。さあ、いきますよ。ちょっと7番以降長いからごめんね。急ぎ足なってるけど。で、6番は、まずこれの二次方程式解くんですけど、二次方程式は、イコール0にしないと基本的に戦えないので、この部分全部左辺に持ってきます。そうすると、x2 乗、8x 持ってくると、マイナス 8x。こいつとくっつければ、マイナス 5x。マイナスにも持ってくると、プラス2になるから、で、忘れずイコール0ね。こうなると。で、普通に二次方程式解くんだったら、まずは、因数分解できないかなって思って、絶対に。因数分解できないかなって。つまり、あれ、よく使うやつ。これ、カッコカッコのやつね。こういうやつね。で、これにできるんだったら、してしまえば、そのまま答えが出てくると。だが、しかし、今回ね、これはできないんだよ、因数分解が。じゃあ、できなかったらどうするって言ったら、因数分解できなかったら、解の公式ね。必ずこの順番で言ってください。で、解の公式使っていくと、前回出てこなかったから書こうか。久々にね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac っていうね。学校で苦しむやつね、これね。で、これ使っていくと、a が今1だから、2分のマイナス b、b マイナス5ね。マイナスマイナス5だから、5。プラスマイナス B の2乗マイナス5の2乗なんで25マイナス 4AC はマイナス 4×1×2 ね。そうするとマイナス8になる。で、必ずルートの中身計算して2分の5プラスマイナスルート17で、解の公式使った時ってルート出てくるじゃん。それがなんとかルートなんとかに直せないかなってチェックを必ずします、ルートはね。ただ、今回、ルート17は直せないので、これで答えが OK という流れになります。ちょ、消しちゃうね。で、多分ね、シシュシリーズね、このタイプの問題初めてだと思うんだけど、この7番。で、これはみんなが使ってた学校のワークに絶対あります、この問題。ひょろっと出てくる。テストとかでもたまに出てくるけど。で、今回、ルート7がね、2.646 で、値が指定されてる。で、その時にルート 0.07 を値を求めろっていう。
で、これ知ってるとね、もうね、あ、何楽勝っすかみたいな感じになるんだけど、知らないと手が出ないんだよね。で、どうやるかっていうと、ちゃんとやるとね、ちゃんとやると、この 0.07 って、これ100分の7の、これ小学校でやってるんだけど、地味に忘れるっていう。ざっくり説明すると、小数点2個分ずらすと7じゃん。2個分ずらすって100分のがくっつけなきゃいけないから100分の7になるんだけど、いい。ここで直すと。でね、ルートの中に分数が入るじゃん。ルートの分数って上と下に分けることができると。つまり、ルート100分のルート7にできるのね。で、ルート100って10の2乗なんだよ。だから、さっきやってね、2乗が出てきたらルート出てくると。だからね、ルート100は、これ10なのね。だから10分のルート7なの。で、ルート7今 2.646 って言ってくれてるから、書き直せばこうなる。10分の 2.646 って。で、もちろん筆算しても構わないんだけど、10分のっていうのは小数点1個マイナス方向に減らしてねっていう意味なので、0.2646 となってこれで終了となります。ってか下に行けたな。ちょっとさ、10番の関係で下に行っていい？よいしょ。0.2646 と。多分ギリ入ってると思う。いけるよね。オッケーオッケー。っていう感じ。で、長くなっちゃってほんと申し訳ないんだけど、このタイプね、ルート7が今与えられてるじゃん。これルート3とか、ルート5の時もあるんだけど、与えられてたら、よく出てくるのはルート700。ルート7万と、まあ、100と万と、今やった 0.07 と、ちょっとね、こうね、S 系が強い先生だとこうなってくる。こんな感じで。で、どうやるかっていうと、これね、ルート700っていうのは、100×7 なんで、これ10ルート7なの。結局、0 2個分なんだけど、10が出てくるから、こいつの小数点1個右にずらしてねっていう、700は。だから 26.46 になります。で、これも 7×1 万なんだけど、多分入ってないな。こっち行こうか。100ルート7。1万って100の2乗だからね。つまり、こいつの小数点右に2個ずらしてねっていうのが万なの。だから264.6 みたいな。で、ここは今やったように小数点1個下げるのね。で、これは小数点2個下げます。だから 0.02646 みたいな感じになるので、まあ、よく、自分の中でよく見たらこれです。出しやすいのは。間違いやすいし。で、次がこことかね。これはね、あんま見ないけど、ここは。まあ、一応ね、プラス情報で覚えておいてください。さあ、あと3問、行きましょう。で、8番ですね。まあ、この空間図形に関しては、特に女の子がね、結構苦手だったりするんですが、まず、展開図が今回与えられてるでしょ。で、展開図が出てきて、それをね、この、まあ、ちゃんとした図の方、こっちに起こします。だから、どこがうで、どこがいでっていうのを全部書き込む。で、これはもう書き方は自分で覚えて。適当で構わないから、こんな感じで。でね、これどこから当てはめるかって結構好みが出るんだけど、自分は、真ん中のここにあるやつを手前に持ってきます。こうやって。だから今ここ、うね。ちょっと書かないけど。で、こっから組み立てていくと、いい。ちょっとごめん、想像で申し訳ないんだけど、うがここにありますと。で、いがさ、うの上にくっついてる。手でごめんね。うがあって、いがくっついてる。組み立て、こう折り曲げればさ、蓋の部分になるじゃん。こうやって。だから、まず、上がいになる。こうやってね。いになると。で、えの部分も考えると、うが手前にあって、えが右にくっついてる。折り曲げればさ、右側の壁になるじゃん。だから、右がえになる。みたいな感じで入れていく。ここをね。えは入っていくかな。大丈夫ね。で、そっから、じゃあ、いの、あもいっちゃうか。いがそこにあって、いか、いがある。いいね、これ。いとあれ。こうなってるときに、一緒にこう、蓋になるの、最初。パコって。一緒に蓋になってから、こっちを下げるのね。こうやって。だから、あが、左側の側面。ここに来ると。で、えがくっついて、このやるか。えがあって、おが下にあるでしょ。で、両方右の壁に行ったんだよ。こうやって、くっついて。で、それを折り曲げてくるから、おは、下の蓋というか、下の部分になる。こうやって。
で、離れれば離れるほど分かりにくいんだけど、かはさ、もう残り物でいいから、もう奥って書いておこうか。かは奥になりますよって。これで、まだ組み立てて、どこにがね、どれなのかっていうのが分かりますと。で、あとは、AB がね、ここにあるので、AB がどこかなっていうのを間違っちゃいけない。で、あを、あといいか、今組み立てたけど、AB って、いとあね、ごめん、いね、あね、両方蓋にして下げてきたから、AB はここになります。ここ。いい？で、今組み立てたでしょ。で、今回問われてるのは、この AB と垂直な面。いいか、垂直な面ね。で、ちょっといい、本当はね、立方体あったらよかったんだけど、ごめん、ティッシュ使っていい？直方体も同じだから許して。こうあった時に、今ここの辺を主役にするじゃん。ここは AB だと思って。こいつと垂直な面って言われたら、上と下に。いい？柱になってる部分。この面の柱になってるのが垂直。いいか、これが辺と面の関係。だから、今、ここが AB だったら、奥にあるものと手前にあるものが柱になるじゃん。起き上がらせれば。つまり、手前にあるのが、どれだったっけ？うか、最初にな。答え青だね。答えどこに書くこれ。消します。うと、で、奥にあるのがかだって今消しちゃったけど。つまり、今回、答えはうとかになる。こんな感じで解いてみてください。で、まぁ、この問題はね、まぁ、さっきも言ったように、女の子は結構苦手な子が多かったりするところなの。クリアと空間図形っていうのは。で、この問題は解けなきゃいけないっていうところまではいかないんだけど、このね、展開図をこの見取り図に組み立てるところは、ぜひね、やり方を覚えてほしい。で、やるときに自分はうをね、手前に基準にしましたけど、あとかかっていう端っこを基準にすると、離れれば離れるほど考えるのが辛くなってしまうので、うとえ、まあ、真ん中の方にあるものを基準にしてそこから組み立てるといい。頭の中でね。入試本番の時に紙で折るわけにはいかないから、そんな感じでやってみてください。で、あと2問。次がですね、まあ、式をね、4つ今書いてあるんですけど、y の値が正の値を取らないっていう。多分ね、ここの言葉がね、何を言ってるんだってなるかちょっと多いんですけど、どういうことかっていうと、グラフ書くじゃないですか。ちょっと書きやすいの行きましょうか。どれにしようかな。これとか書いてみる。y イコール 2x、マイナス 2x プラス3。これ1次関数ね。ちょっと1次だけ書いておこうか。1次関数。切片3だから、まあこの辺に来るだろうと。で、マイナス2なんで右に下がるから、まあ直線、まあこんな感じかな。まあ適当ね。多分こんな感じね。ってなった時に、y の値が正の値を取らない。y が正って、y 座標ね。y 座標が正はこの上の部分です。x 軸より上が y が正のところ。y がプラスのところね。もろにグラフ入ってるでしょ。正の値取ってんじゃんってなるからこれ×なの。つまり、全部グラフ書いちゃえばいい。適当で構わないからどんな形かなって言って。で、次どこ行こうかな。こっち行ってみる。あ、これ行こうか。と一番近いもんね。y イコールマイナス 2x 2乗。x 2乗なんでこれ2次関数ですね。二次関数。で、マイナスだから、こういう、下のカーブになる。つまり、まあ、こんな感じだろうと。で、これ、もろに、y、上いないでしょ。プラスのとこにさ、グラフが書いてないじゃん。だから、y が正の値を取らないんだよね、これ。つまり、答え、今回は、a が答えになります。どこに書こうか。ここに書いておこうか。わかるかな。まあ、色分けてるからいけるかね。っていう感じ。まあ、答え見つかったんでね、もう解説これで終わりでも構わないんですけど、一応やります。で、これが y イコールマイナス2分の x。これは比例です。書き直すと y イコールマイナス2分の 1x。なので ax になってるからね。で、a がマイナス。比例は原点通るから、まあ、こんな感じかな。y 座標プラス取ってるでしょ。で、最後、y イコールマイナス x 分の2。これ反比例です。反比例。で、反比例マイナスの時は、左上と右下にグラフを取るんだけど、もろに、あと、ここがね、y がプラスゾーン取ってるでしょ。だから、まあ、2次関数が答え。っていう感じですね。まあ、答え見つけやすいんですけど、ここに関しては。
さあ、長くやってきましたが、やっと10番でございます。で、10番は、ちゃんとした解き方を紹介せずに、ちょっとズルします。でも、ぜひ覚えてください、このズル。まず、今回は円錐です。で、円錐の展開図は、こういう扇形に円がくっついてる。これがまあ、展開図ね。で、この時に、これ組み立てて、扇形の面積、ここ。この側面積を出したいと。で、結局、扇形の面積だから、今半径分かってんだよね、扇形8。あとは、中心角が分かれば、扇形の面積は、半径かける、半径かける、π かける360分の中心角なんで、あと中心角が分かれば OK だろうと。そう。で、ちゃんとした求め方もあるんですけど、中心角のちょっとずるい求め方があって、これね、覚えておいてください。円分の扇形かける360っていうのがある。で、これ何かっていうと、今この扇形、形ありますよね。これがもし円だったらっていうのを考えてください。こういう風に円ね。で、今面積はさ、求めるって言ってるけど、ちょっと面積を使えないので、円周の方でいきます。円周とこの弧の長さね、ここ。で、円の時の円周は直径かける π なので、今半径8だからさ、直径が16で π かけて 16π。これが円ね。で、扇形の方は、この弧の部分。ここを入れたいと。で、ここの長さっていうのは、今このまま出せそうにないんですけど、実は組み立てた時に、ここと一緒なんだよね。ぴったりくっつくから。だから、この長さが、この弧の長さと一致します。つまり、円周だから、直径6で π かけるから、6π。で、かける360ってやると、まあ、π を切ると。で、約分して2で8分の3。これ約分すると45か。だから135ってなって、中心角はすぐに135度って出せます。で、実は今回一番ずるい方これじゃないんだわ。もっと楽な時があるんだけど、この、中心角を楽に求める方法、円分の扇形かける360は結構使いやすいので、ぜひね、ここで押さえておいてください。ごめんね、ちょっと紹介したかったんでね。だから、中心角が出たんで、さっきの 8×8×π×360 分の135をやったら答えが出るんですけど、それでやらないっていうね。そう。で、何をやるかっていうと、これ、組み立てると、さっき言ったように、円錐に、まあ、なるんですよね。で、円錐の側面積。側面積だよ。ちょ、側にしとくね。側面積、まあ、つまり今、扇形のこの面積なんですけど、これって、母線かける半径かける π っていうね、すげえずるい技があるんだわ。つまり、今これ、ここ8でしょ？これってここが8なのね。これ母線ってやつ。ここ母線ね。で、下の半径さ、3って分かってるでしょ？だからね、母線かける半径かける π。はい、24π。終了っていうね。これは、もし受験出たら、これ使っちゃってください。これめっちゃ楽だから。中心角出さなくていいんでね。時間短縮にもなるし、間違いにくいっていう。ただ、覚え間違うのが怖いんで、円錐の時の側面積、扇形の部分の面積の求め方が、母線かける下の半径かける π で求めることができるので、ぜひね、これでやってみてください。はい。ということでね、ちょっと長くなりましたが、今回はこの10問やらせていただきました。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。